皆さんこんにちは、小場翔です。今回もですね、改正流ロジカル勉強法のオンライン講座をやっていきたいと思います。今回ですね、改正ロジカル勉強法で1個告知がございます。以前もあったんですけれども、なんとですね、改正流ロジカル勉強法がまともですね、 Amazon の Kindle セールに選ばれました。もともとですね、こちらの本税込みで、1500円ちょっとぐらいね、するんですけれども、今はですね、 Amazon の Kindle セールということで、紙の本はそのままなんですけれども、 Kindle 版はなんと600円で購入することができるんですね。一応概要欄に、このリンクも貼ってありますので、もしよろしければ、お買い求めいただければというふうに思います。半額以下で買えますので、非常にね、こうリーズナブルに、入手することができるかなというふうに思います。で、今回はですね、第5章の6番ですね、3分間トーク法というところから始めていきたいというふうに思います。これまでですね、その話す勉強法の概論みたいなところを触れてきました。で、今回からですね、よりその話す勉強法に関して、具体的な技術テクニックについて解説をしていきたいというふうに思います。で、すでに述べたやっぱり学習範囲をすでに理解をしているという点、そしてすでに繰り返しね、勉強しているという点、そしてですね、時間制約を持って話す勉強をするという点、この辺がね、やっぱりキーポイントになってきますので、前提としてね、ある程度学習内容を理解しているというところがスタートになりますので、その部分については、インプット型である、読むとか聞くとか、その辺をね、やっぱり徹底した上で、この3分間トーク法等のね、テクニックを使ってほしいというふうに思います。で、この3分間トーク法なんですけれども、名前ね、僕が勝手につけました。なので、一般的な言葉ではないんですけれども、要は何なのかというと、文字通りですね、3分間で説明をするというものでございます。後で説明することになりますけれども、時間制約とか繰り返し最初にね、ダイレクトに効果があるということなので、ぜひね、使ってほしいというふうに思います。で、最初のポイントなんですけれども、どんなことでも3分間で話すということになります。別にね、我々は別に早口の名人になりたいわけではないので、やっぱりこう1分とか2分でベラ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 って喋るんだと、やっぱちょっと短すぎるんですね。けどやっぱり5分とか、なったら10分ぐらいかければ、ある程度ですね、思い出しながらゆっくり、あれはこうで、これはこうだったからみたいな感じでね、ゆっくり思い出しながら話すってことは、ある程度できてしまうんですね。だから、僕なんか結構動画で早口で喋ってますけど、ここまでの早口じゃなくてもいいので、ある程度ですね、自分の普段会話しているようなスピードですね、それぐらいの、テンポを保ちながら、話してほしいというふうに思います。で、実際ね、3分間っていうのはですね、結構時間制約的にも、若干ね、厳しめではあります。なので、どの情報を説明するべきなのか、そしてどの情報を説明しないのかね、しないべきなのかというね、その取捨選択ね、なので、そこがまず一個すごく大きなポイントになります。自分がこれについて話すぞ、このテーマをやるぞって決めた時に、話すこと話さないことを決めなければいけない点、そして説明をするための言葉選びですね。要は、例えば一個のものを表す時に、例えばリンゴっていうものを説明する時に、リンゴっていうのは一般的な名詞ですから、リンゴって言えばいいですよね。けど、それを例えば婉曲的な表現で、例えば青森でいっぱい取れる果物で、赤いのもあるけど、ちょっと緑っぽいとかね、青リンゴですけど緑っぽいのもあったりとかみたいな。で、食べると甘くて、皮はね、剥いて食べることもあるけど、そのまま食べる人もいるみたいな、その婉曲的な表現ばかりしていると、当然ね、時間的な制約がなくなるので、やっぱりストレートにね、文字というか言葉を選びながら、話していくというすごくいい練習になるわけですね。だから、逆に3分間で時間が足りなければ、情報の取捨選択ができていない、つまり大きな流れを捉えられていないということになるし、3分間の途中で話が終わってしまったりとか、もしくは詰まってしまったりするような場合であれば、そもそも知識が不足しているということも推察できます。知識をキーワード的にただ暗記しているような場合であると、やっぱり話すって時に大体詰まってきてしまうんですね。よくあるのは、例えば歴史のね、受験の話ですけど、歴史の一問一答なんかだけで覚えていると、はい、じゃあこの範囲に関して説明してって言われると、キーワードは出ていくんだけど、言葉をつなげることができないみたいなね、そういうことはよくあります。そして第2のポイントなんですけれども、ボリューム的なちょうど良さっていうのも、実は3分ぐらいっていうのは非常にいいんですね。一般的に私たちは1分間に200から300文字ぐらい話すというふうに言われています。もちろん、早口をね、極めていけば、もうこれは増えていきますし、もちろんアドリブで話すのか、原稿をね、音読するのかで、かなりここはね、ブレが生じます。実際僕の YouTube なんかは、文字起こししてる人はいないと思うんですけれども、比較的ね、多分スピード速く、ちょっと
気をつけて、早くなりすぎないように話しているんですけども、僕は早口なので、まあ、文字数的には200、300超えてくることが多いんですが、まあ、大体ですね、普通に皆さんがおしゃべりをしたりとか、まあ、そんなにこう、ダラダラじゃなく、普通に会話をしている時というのは、まあ、200から300文字ぐらいというのが1個の目安になります。で、まあ、多少ね、まあ、カタカナ文章が多かったりすればね、まあ、文字の違いでも出てくるんですけど、まあ、大体ですよ。大体ですよ。200から300文字なんですよ。で、その際に、やっぱりこう、200文字から300文字で、何でもまとめろって言われると、やっぱ若干短すぎるんですよね。もちろんなんかこう、要約をしなきゃいけないとかね。まあそういう課題であればね、その文字にまとめなきゃいけないけど、まあ普通に自分が学習していることをきちんと把握をしているという状態でやっぱ200とかだと少ないんで、やっぱりもう少しですね、600語とか、まあ、長ければね、まあ1000語弱ぐらい、まあそれぐらいで、まとめることができるといいんじゃないかなと思います。まあ1000語というか1000文字ですね。はい、それぐらいでまとめるといいと思います。なので、イメージで言うとね、この600とか、まあ1000弱、まあ本の中では900って書いてるんですけど、これってパワポ型ね、書くときに書く勉強法でお話ししたと思うんですけど、パワポ型でまとめる場合にちょうどですね、情報量的には1枚か、まあ、1.5 枚ぐらい、それぐらいに、まあ、相当します。もちろん、まあ、パワポ型ってもいろいろ書き方があるんで、まあ、2枚ぐらいになるケースもありますが、まあ、ざっくりですね、1枚ぐらいの、まあ、内容に相当するんですね。で、まあ、その10分間ね、話す場面があっても、そのやっぱりパワポ型で言えばね、逆に言うと3枚説明すればいいということになるので、まあ、そういう意味で言うと、ちょうどですね、3分間というのは自分の中でそのパワーポイント的にまとめて、それを話すというのがちょうどスライド1枚分というふうに考えてもらうと、すごくね、いい、このなんていうかな、時間制約なんですね。で、他にもね、その3分間勉強法というか、3分間トーク法が優れている点っていうのはあるんですけれども、まあ、実際に、こう、取り組み方としては、非常に大事な注意があります。それは、教材を見ながらやらないっていうことですね。まあ、実際にですね、話が上手な人っていうのは、こう、自分のストーリーを持っているんですね。例えば、芸人さんも、なんか自分のよく持ちネタというかね、面白エピソードみたいなことを、いろんな番組で話したりされると思うんだけども、その時に、例えば、1分もらえた時に話すこと、ね、もしくは数十秒もらえた時に話すこと、もしくは、こう二言とか三言ぐらいしか言えないんだけど、そこでどうにかこう落としに行くみたいな、結構明確に使い分けてます。皆さんもなんかね、思い当たる節あるんじゃないかなと思うんですけれども、我々もですね、その3分間という時間でその勉強法をまとめるようになることが、まあ、できた方がいいですから、いざという時に、まあ、3分間でもアウトプットできれば、多少ね、内容を端折って1分間分の分量でアウトプットすることもできるし、ちょっと肉付けを増やして5分とか6分ぐらいの内容に、まあ、アウトプットとして、まあ、ちょっとボリュームを増やすこともできるので、まあそういった意味でもね、非常に大事なんです。ただ、その中で、やっぱり教材を見ながらやってしまうと、こう自分自身がですね、こう勉強内容っていうのを本当に身につけてるかどうかわからないっていうのがあります。結構ね、3分って言われるとこう短いイメージあるんですけど、話し始めてみると長いんですね。そうすると、勉強の初期段階だと、3分間話し続けるっていうのはかなり大変です。なので、まあ、本当にね、初学者の方は、まあ、1分でもいいです。ね、1分間トーク法でもいいんですけれども、やっぱりある程度勉強が進んできた段階で、やっぱり3分話せるだけの内容が自分の頭に入っているかっていうところをきちんと測ることが大事なので、まあ、教材を見ながらやらないってことはすごく大事です。だから逆に言うとね、3分間話せないってことは全然勉強が進んでいないということなので、もう少しね、インプットの勉強をした方がいいというケースもあるんじゃないかなというふうに思います。逆にですね、とは言ってもやっぱり本当にね、そのインプットを完璧にしてからやっぱ話す勉強法しかできないんだったらね、話す勉強法の価値がないじゃんという人もいると思うんで、そういう方におすすめなのは、あえてね、逆にテキストとか、もしくは音読でもいいんですけど、そういうものを見ながら3分間話す真似をしてみるっていうことも大事です。だから自分の知識を試す、つまり、まあ、自分の勉強で言うと本番みたいな感じですけど、その本番では教材は見ないんだけども、そこに至るためにね、インプットの勉強の一環としてテキストを見ながら3分間で内容をまとめて喋ってみるという、そういう勉強法は意外にね、結構効果があるので、それはね、いいやり方なんじゃないかなというふうに思います。はい、では次にですね、さらに話を進めまして、第5章7番に行きたいと思います。内容的にはね、アンサーファースト、まず答えから述べるという内容になります。まあ実際ですね、その3分間トーク法を、まあ僕もね、結構やってもらったりすることもあるんですね、自分の教え子の方にね。ただそうするとね、大概ね、大きく2つのパターンに分かれるんです。それは
まあ、もう最初からね、ある程度話がね、分かりやすい人っていうのと、話が分かりにくい人っていうのに分かれてしまうんですね。もちろんね、一般的に話すことが得意とか、今までね、そういうことたくさんやってきた人、逆にそういうことやってないから苦手な人っていうのもいるんだけど、そういうことじゃないんです。そういうことではなくて、もう仮に話すことが得意だろうが苦手だろうが、内気だろうが何だろうが、明確にですね、話が分かりやすい人と分かりにくい人に分かれます。それは何なのかっていうとですね、結論に対して整理された理由とか根拠があるかどうかっていうことなんですね。3分だろうが1分だろうが、まあこれ何分でもいいし何時間でもいいんですけれども、自分が話す結論に対して、ね、理由や根拠を整理できているのか否かっていう点で、明確にね、この2つのグループっていうのは変わります。まああまり皆さん意識したことないかもしれませんが、そこを意識してですね、人の話を聞いてると、まあ正直ね、そういう意味で言うと話が分かりにくい人の方が世の中多いんですけれども、まあ明確にね、その結論に対して根拠をちゃんと用意して整理して話してるかっていうところで考えてみると、全然ね、その2つに分かれてくるんですね。で、話が分かりやすい人っていうのは、概してその結論っていうのと、それに対する理由付けっていうのがですね、きちんと整理をしてあります。そして結論からある程度話し始めます。もちろんね、すべてのプレゼンテーションがそうなってるというわけじゃないですよ、世の中のね。あくまで勉強においてという意味ですね。そう気をつけてくださいね。もちろん、だから例えば漫才とかもね、結論とかのオチから言い出し始めたらそう面白くないですから、やっぱり人の喋るというこの文化の中では、あえてね、その結論から言わないということもあり得ます。ただ、いわゆる勉強という範囲の名において、もしくは人に対して説明をするという、まあ、なんていうかな、分かってもらうための説明をするという名において、まあ、結論から入らない人っていうのは、やっぱり分かりにくい説明をしていると言っても、まあ、過言ではないというか、そういうふうに言われてしまってもしょうがないのかなというふうに個人的には思います。なので、そういった意味で言うとね、やっぱり結論からスタートしていくことがすごく大事で、この考え方を、まあ、アンサーファーストというふうに呼びます。別にこの言葉自体は覚えなくてもいいです。まあ、結論から入るよっていうところですね。で、ポイントはですね、そのタイトルとかテーマ、ここから、やっぱりまず話、そしてそれとセットでね、結論を話すということです。実際の例をですね、ちょっと画面に映しながら話してみましょう。まあ、良い例ですね。私がおすすめしたいものは A と B です。もう、ここ結論ですね。で、おすすめしたいものっていうテーマとちゃんとくっつけて結論を言ってますね。はい。結論は A と B ですだけ言われても意味がわからないので、ちゃんとテーマとくっつけて結論を話すことですね。だからこれをもうちょっと長めに言うと、ね、今日は私がおすすめしたいものについてお話をさせていただきますっていう、まずテーマを言って、タイトルを言って、で、二つ目に結論を言う。実際に私の結論としては A と B をおすすめしますっていう結論を言う。っていうのでもいいでしょう。まあ端的に言っちゃうと、これをギュッとね、一文にまとめるとこういう風になります。で、そこに対して、まず理由をバンと一気に言いますね。これらはコストパフォーマンスに非常に優れているため、皆さんにお勧めします。つまり理由はコストパフォーマンスなんだよってことなんですね。ということは、ね、この時点でもう聞き手の頭の中に A に対するコストパフォーマンスの説明、および B に対するコストパフォーマンスの説明が来るなっていうのは分かってます。もちろん同じ、なんていうか理由付けでコストパフォーマンスが優れているのか、別の理由付けでコストパフォーマンスが優れているのかは分かりませんけれども、少なくともここから2つのことが話されるんだなってことは、こう聞いてる人の頭の中に入るわけですね。もうちょっと話を進めます。まず A は〇〇な部分が優れており〇〇です。うん。はい、A の説明ですね。で、次に B ですね。次に B は、まあ、三角な特徴があり、三角です。つまり、まあ、A と B の理由付けは違うんだけれども、まあ、特徴があって、コストパフォーマンスに優れているということを説明しているわけですね。まあ、これ一つで分かりやすい例です。はい。まあ、これを見ると、いや、まあ、そりゃそうだよと。ね、分かってるよというふうに言われてしまうかもしれませんが、実際に多いのは、世の中で大半の方がしてしまうのは、この悪い例です。これも画像を見ながら行きましょう。私は〇〇の部分が優れていることと、〇〇のことから A をお勧めします。こういうふうに言っちゃうんだよね、いきなりね。はい。いきなりやっぱ A の内容に入っちゃって、聞き手がね、A 中心の話だなというふうに思っちゃうんですよ。で、しかも A だと判明するのは結構こう文章的にも最後の方なんですよね。さっきはちゃんと A、B って言ってから理由付けがあったんだけども、話を見てみると、私は〇〇な部分が優れていることと〇〇なことから A がおすすめです。っていうと、A っていう話は後に、もうほんと最後の方に出てくるんですよ。そうすると、まあ今はね、こうほんと短い文章なんで、別にそんなストレス湧かないかもしれないけど、人によってはこのね、前のね、〇〇なこととかがうわーっと話が長くて、なったらね、2分も3分も5分もね、結論の A っていう話が出ずに、ずーっと理由の話をされて、で、A なんですみたいに言われると、あ、やっと来たみたいな。で、A なんだみたいな。で、さらに次ね、四角四角なことを考えても、A はコストパフォーマンスに優れています。
うん、いやだったらそれ先に言ってくれよって思うわけですよ。え、先に A って言ってコスパって言って資格の話をしてから丸の話してよって思うわけですね。でさらに違うも次がある、また B も三角でおすすめです。ええまあ、A、B も来んのみたいな話でもうびっくりするわけですよね。で三角なことからも B もコスパ優れますよって言うと、いやもう最初からまとめて話してくれよと。うん、なかなかね、まあそういう風にこう説明がねごちゃごちゃになっちゃうこともあります。僕もねやっぱりこういろんな生活をしていくにおいて全部を全て完璧にこのいい例みたいに話しているかっていうと違う部分もあるとは思うんだけれども、でもやっぱり意識をしてこの悪い例を脱却していい例にね持っていくってことが大事です。だから結論ね、アンサーファーストの意識っていうのを、まあ、非常にこう重く捉えてほしいなというふうに思います。で余裕がある、もう結論から言うことは慣れてるよっていう人はもうちょっとね一歩踏み込んでこの良い例と悪い例を見比べていただいて、例えばその、ね、いきなりアンサーファーストから入るって言ってもさっき言ったようにいきなりねおすすめは A と B ですみたいにちゃんとテーマとそのタイトルというかねそれと結論をセットにするっていうのを多分意識づけるとか、例えば情報を出すときはその A はみたいな結論を持ってってからボディの話をするね、ボディの話をしてから結論を持ってくるってなるとやっぱ分かりづらいです話はね、っていうのを、まあ、もし余裕がある人は気をつけてみてください。けどまだね、まあ、初心者だよとかいやちょっと話苦手なんだよなって思う人はまずそこはね深く考えなくていいですから、まず結論から入るんだぞ、結論から入るんだぞってことを、まあ、ぜひ考えてほしいというふうに思います。はい、というわけでですね、今回は第5章の、6番と7番ですかねを取り上げさせていただきました。次回ね、第5章の8番以降に関して進めていきたいというふうに思います。もう第5章が終わり、次にねほぼ確実に終わると思います。そうするとまあ、第6章ということなんですけれども、結構ね第6章はまあ、抽象的な話というかね、まあ、意識的な面の話が多いのでまあ、結構サクッと終わっちゃいますから、まあね本当にもう動画もね終わりが見えてきたなというところでございます。かなりね、まあ、週に1本ずつ出してきて、まあ相当ね、3ヶ月とか、うん、もうちょっとかな、4ヶ月ぐらいかな、かけてずっとこの動画ね、出してきておりますけれども、いかがでしょうか。まあ、ぜひね、皆さん、こう、もう一回ね、もし時間があれば、1番から読み直していただいたりとか、もしくはね、まあ、動画見てるけどまだ定着してないよって方はね、今度ね、冒頭からぜひ読んでですね、復習をしていただければというふうに思います。はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。